にちは。こんにちは。すごい。こんにちは。こんにちは。さあ改めまして皆さん、バリバスにお越しいただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということでバリフェスと題しまして、こちら今回、はい、あのトークショーになるんですが、はい、なんとですね、今回のトークテーマは教えて一郎さん田代さん Q&A 講座ということでね、ちょっとフランクな感じで、はい、行きたいと思います、はい、先ほどねちょっと前に私たちあのメインステージの方でトークショーを終えたばかりなんですけども、うん、そちらの方に来ていただいた方いらっしゃいますか。あ、います。あ、でも結構半分ぐらいの方がいらっしゃいました。ありがとうございます。じゃあ先ちょっとねあのお話が被るところがあるかもしれないんですけどちょっと暴露系で普段の日常生活 の話ですね。日常生活からいきます。違いますか興味ある誰かお笑いトークって話だったんですね。そうですねちょっとなんか色を変えてね、あの、はい、メインステージとは違ったお話もまた聞けたらなということなんで、はい、皆さんには事前にあの Q&A 講座ということで質問考えておいてねって、うんうんうん、あの振ってあるんで、突然とんでもない質問が飛んでくるかもしれないですけども、あの心の準備はよろしいでしょうかお二人。はい、できるだけ黙らないようにあの質問の黄色い方とかなんか質問が一番怖い、なんかやばいやばい、とんでもないのが飛んでくるかもしれないんで覚悟しててください怖いなはい、ということで改めまして、一郎さん、そして田代さんです。今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回あのバリバスでは、事前に YouTube で、こちらまだですね、そう YouTube で、スーパーセッションという形で毎年お送りしてるんですが、そうですね、お二方のクロマグロに挑戦する様子が、うん、YouTube で流れてます。こちら見ていただいた方いらっしゃいますでしょうか。お、まだ半分ぐらいですが、でも半分ぐらいの方が見ていただいてるということでね、今回もちょっと激アツな映像になってましたよね。あの中でも、まあ、あのまだ見てらっしゃらない方この後見ていただきたいんですけど、あの毎年お二方はクロマグロの100キロにチャレンジする、うん、それからその魚をリリースするという名目で、うんうん、長江に行かれてるんですけど、今回もね素晴らしい映像の中で、私は何と言っても最初の衝撃的な映像は、うんうん、あのシーラナブラ、あ、シーラナブラ、あ、びっくりした。猿の散歩とか、なんかそんなこと思ってました。猿が多いんですよ、とにかく。そうですね。散歩のシーンから始まりましたよね。猿映ってなかった。猿、散歩のシーンですね。猿がめちゃくちゃいたんですよ。そのタッピー岬に初日中止になって行ってる途中に、ずっと猿がいて、そのボス猿みたいなやつのお尻が真っ赤っかで、すごいでかくて。それはちょっと、あの、カットされてましたね。カットでした。結構なんかいい感じの、あ、ちょっとオフカットという形でこの後またあの流していただけると、うん、面白くなりそうですね。一番そっちが迫力したやつかと思って伸びるかもしれないですねそっちの方が、はい、ってことで、あのシーラナブラ皆さん見たことあります？ね、クロマグロが追っかけてるシーラナブラ、まあうん、まあ、津軽海峡とかに来てたり玄海灘に、まあ、マグロ釣りに行ったりしてる方は、まあ、見てる可能性はありますけど、はい、あ、本当ですか。私はあんな迫力的な、なかなかね、でも行ってもそんなにあの毎回見れるもんでもないので、はい、あのなんて言うんでしょうね、ナブラの中で一番やっぱり迫力がある、うん、うん、あれもうすごいんですとにかく、ね、あの映像を見てるだけでも二方の興奮してらっしゃる様子とか、あのドキ今ドキドキしてるんやろうなとかっていう緊張感がすごく伝わってくるんですよ、うん、なんかもうまるでこう二方の恋愛を見てるような感じでしたねなかなかこう振り向いてくれないような感じもうなんか見たことあるの本当ですけど、ね、想像ですよ、ね、想像できるんですよその映像を見ててなんかこうなかなか振り向いてくれない女の子をどうにかしてこう右から左から周りから攻めようとしてるんですけどなかなかやっぱり振り向いてくれで、ちょっと振り向いてくれたなと思ったらそっぽ向かれるっていう、いいこと言うね繰り返しです。ちょっとね、クロマグロ釣りと恋愛はちょっと精通してるものがあるのかなっていう。いやいや本当そうですよ、もう手を返しなおかいね。そうですね、食わなかったらなんかこっちのプレゼントの方がいいのかなとか
ちょっとこういろいろ考えながらこう、いや本当本当ですよ、もう一緒、全く一緒だよね、もう、一緒ですね、うん、はい、まあ、こういう感じこういう感じのトークショーにしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、まあでもちょっとね、中ではやっぱ真面目な話もちょっと取り入れていきたいと思います。そうですね、そうですね、都合が悪そうなんで、うん、都合が悪そうなんではい、てかまずはね、あの、まあ、クロマグロというところで、まあ、あの釣りの世界でもやっぱりこう大物にチャレンジするということでね、ここはあの一番大切な準備があると思うんですよ。でお二方のその準備、あの皆さんが知りたいところだと思うんですけど、その入念な準備たくさんあると思うんですけど、一番気にかけているところはどこかなっていうところをちょっとお聞きしたいです。まずはじゃあ田代さんから。準備、はい、もう動画でも言ってると思うんですけど、もうおそらくかなり経験、マグロ釣りをされたこと、したことがあるっていう方の方が多いんではないかなと思うんですよ、うん、で今から始めるって方ももちろんいると思うんですけど、その、まあ、本当に今更話なんですけど、もう基本中の基本でラインシステムだったり、糸の、スプールの形状をちゃんとこうキャスティングでトラブル起こらないようにしたりとか、あとリーダーの長さだったりとか、まあ、準備できることはいっぱいあるんですよ、うん、でその自分の中でできるこう最大限の準備っていうのはいろいろあるんですけど、それをこれぐらいでいいだろうっていうのではなくて、もう僕の場合はもう 120% 140% もうしすぎるぐらい頑張っても多分やられたりすることがあるので、うん、その自分の中でこれ以上ないっていう準備の中のさらにこう上ぐらいまで想定したようなことをしていかないと、うんうん、なんかあのモンスターを目の前にした時に、うん、勝てないかもしれないなってこう思うんですよね、うんうん、あの勝てないかもしれないっていう不安をなんとかその自信に変えていくためにその準備をこう積み重ねてるので、うんうん、やっぱり、まあ、リール、まあ、ライン、リール、ロッド、ルアー、結束とかそういう大事なとこあるんですけど、うん、まあ、さっき あのメインステージの方でも言ったんですけど、まあ体力作りっていうところですよね。やっぱりそのでっかい魚とやり合うっていうのは普段その、まあ、私船長業なんで普段椅子に座っててほとんど動いてないんですよ。で足の筋肉とかもこうどん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 落ちてきたり動いてないんでこう体も固まってたりするんで、やっぱりマグロ釣りやる前は2時間ぐらい、まあ、1時間から2時間ぐらいストレッチしてるんですね。でもストレッチだけだと正直もう追いついてないなっていうのはあるんですよ。もう完全にもう筋肉が落ちてきてるので、だからもう一回その筋トレというか体を壊さないためにとか、あとそのクロマグロとやり合うのに、何でしょう、精一杯やってあげるのももちろんまあ達成感があっていいんですけど、できればその計算して余裕を持って、なんか取れたというよりもなんかこのマグロとやり合って俺が勝ったとか取ったみたいな感じの釣り上げ方をちょっとまた改めてやりたいなと思ったので、うん、そういうところも含めてその体力作りだったりストレッチだったりっていうのをすごく最近考えてよくやるようになってますね今は、うんうん、そうですね。やっぱりそのなかなか出会えないからこそ、そのやっぱり一匹が大切ですし、そのためにはやっぱり体作りから道具の選定から、ね、うん、そういうのもやっぱりあの言い訳できないぐらい入念にしておきたいですね。そうですね、もう後悔ないようにしとかないと、はい、そうですよね、うん、一等ですからね。そうですよね、青森に僕 10年は行ってると思うんですけど、うんうん、その中でもあのモンスタークラスに投げ入れれたっていうのは、うん、二等です。10年で二等。二等、この間のそのロケの時の一等と、3年前の秋だったと思うんですけど、うん、その時大もあのタッピのすごいマグロフィーバーの時で、同船者が206キロって言ったんですけど、その時にその1投目でそうかかったんですけど、うん、まあ、ちょっとトラブルがあって取れなかったんです、ね、その2投だけなんですよ。だからその田代さんでも2投だけ、1投にかけるその緊張感っていうのはもう自分の中でものすごくこう分かってるんで、もう簡単に投げれないんですよ。もう選んでここっていうところで、そこでやっぱミスしたらね、もう全てのことは台無しになってしまうんで、
そういったらやっぱり道具の準備もそうですし、体の準備もそうですけど、心の準備も、心の準備はすごい大切ですね。すごい大事です、ね、そうですよね。やっぱり、まあ、だから究極を、究極を全てのなんか釣りの中の究極を全部求められるというか、精神的にも肉体的にもサイズもタックルにしても全部その自分の中の最大限を全て出さないと、ちょっとああいう200キロ300キロになるとちょっと挑めないなっていうところは目の前にすると改めて思いました。この間魚も命がけなんでね。さあ一郎さんはいかがですか。まあ僕、まあまあ、基本的には一緒ですけど、まあ言ってしまうとその切られたりとか、その負けた時に最低限僕も言い訳したくないんで、はい、まあ負けは負けなんですよ、そうなったら、だからもうそれは嫌なんで、とにかく完璧な準備をしたいっていうところで、まあちょっとこれを全部話すと少し長くなってしまうんで、まあちょっと簡単に話しますけど、はい、ラインシステムなんていうのはまあ最低限です。で、僕は例えばその言いたいところっていうのは、例えばその糸を巻くところから、ちゃんとしたいな。例えばまあ本当にまあざっくり言いますけど、濡らして巻くところで、お店に任して切れたらこれ言い訳になっちゃうんですよ、はい、だからもう昔からもう自分で巻いて、いや糸が切れたって、最近もよくありますけど、糸が切れたってでも魚が大きすぎたっていうことも確かにありますけど、でも実際はまずこっちの責任というのはすごく大きくて、お店に単純に巻いてもらった場合ね、どのぐらいのテンションで巻いてもらったものなのか、まあ、もしくはその僕は何度も言ってますけど、こう濡らしてその巻くことだったり、濡らして巻くことによってこう多少伸びるんです、多少それが乾燥すると縮まるんです、だからそれだけでもキュッとなって、何を言いたいかっていうと、僕は言い訳したくないっていうのは、締まり切れをさせたくないんですよ。だからもう徹底的に巻くときにもうきつくきつく巻きますし、濡らして巻いたり、底巻きも絶対に滑らないように、何度も言いましたけど、その巻き結びをそこに最初に巻き始めるときに巻き結びを交互に3セットぐらいしとく。意味分かる人分かんない人いるかもしれないですけど、船とかしょっちゅう乗ってる方は分かると思うんですよ。巻き結びって簡単なんですけど、片側には絶対回らなくなるんですよ、ね、これを交互にやることに両方とも絶対回らなくなる、でよく湿度が高いところに急激に移動したりするとスプラが空回りしたりすることがあると思うんですけど、これってその現象なんです。乾燥させる状態で緩く巻きすぎて中がちゃんとロックされてない場合、糸が吹けると糸だけ回っちゃうんですよ。こんなの魚かかって起きたら最悪じゃない。もう一瞬で糸が出ちゃう。だからこんなことも正直、まあ僕に言わせると、まあこういう初歩的なところからちゃんと完璧にしたい。それでその言ってもね、僕もまあこうやってバリバシとやらせていただいてると、いろんな糸のその開発だったりとか携わらさせていただいてますけど、ものすごいいい糸ですよ、本当に全てが、だけど僕がここでやろうとしてるのはその食い込み切れだったり、そしてその最高にいい PE ラインをどうすればさらに長持ちさせられるだろう、長持ちっていうのは2年も3年も使いたいっていうことではなくて、その一つの、まあ、さっきせいちゃんも言ってた、いつかかるかわからない、1年に1回か10年に1回かしかわからないモンスターチャンスで、かかった魚のね、このやり取り、1時間かかるか2時間かかるか、もしくは僕7時間かけてやったこともありますけど、この7時間どれだけ耐久性を持たせてそのファイトできるか、この大きな魚とやるとね、そのラインローラーだったりね、ガイドにこう糸のカスがつくぐらいやっぱりテンションがかかるわけですよ。でもこれを最低限その防ぐためにはどのような工夫ができるか、濡らすことだったり、もう一つはもっと言うとね、僕も宣伝したくて言ってるんじゃないですけど、はい、バリバスからピーニッシュっていうのが出てるんです、これってこんなにすごいものがあって使わないのは損だなって、本当僕、多分日本で一番消費してますよこれどんだけ、ま、吹きつけるんだっていうぐらい。一郎さんはちなみに1回の、スプールに最初に糸巻きの時にどれぐらいそのスプレーを振るんですか。そうなんです、
あのね、巻くスプール側じゃなくて こっちの巻く側にやらなきゃダメなんですよね。こっちに、やる人がいるんですけど、これだと滑りすぎてテンションがかからなくなっちゃうんですよ、うん、だから巻いたスプールにかける。でこれをこう、まあ、50メーターずつぐらい巻いたらかけて、また巻いたらかけてっていうのを繰り返してひたひたになってるじゃないですか。でこのひたひたの状態を、まあ速乾性って書いてますけど、実際中のものばって乾燥させるって言うとやっぱり数日かかるんですね、うん、だからまあ陰干しで数日、まあ3日ぐらい乾燥させればいいかなとは思いますけど、うん、3日ぐらい乾燥させたらもう1回ひたひたにするんです、スプレーかけて、うん、でまた3日ぐらいやって、これを3セットぐらい僕はやってます。でこれ、スプールを作る時点でこれを3回やってるんですけど、まあ、当然その船に乗る状態でまたかけたりと、あとそのもう一つね、すごくいい使い方ってガイドにかけるんですよ、うん、僕でガイドにかけると本当にトラブルも少なくなりますし、うん、抜けも良くなる、まあ、当然飛距離も若干伸びるっていう、あの悪いことが一つもないんで、うん、まあ、これも含めてその僕の言う準備といいますか、うん、まあ、もう一つはその言った、ラインシステムだったりとか、はい、というところも含めて、うん、いつ出会えるかわからない彼女なのか魚なのかわからないですけどこのチャンスは笑いすぎですけどあ、まあね、このチャンスを絶対逃さないぞっていう気持ちで糸を巻いてます。そうですよね、はい、その時のために全国 の P にシュガー売り切れてる時は一郎さんが使いすぎてて買い占めてるということですね。まあ、でも超過だけは滑らないようにしないうまい、なんですか、うまいこと言いましたね。どうなんですか今日調子いいんじゃないですか。今日調子いいです、調子いいですまあちょうど糸の話になったんですけど、うん、お二人にお伺いしたいんですが、あの糸巻きについて結構皆さん疑問持ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、その中でも糸巻き量ってどんな感じになってますか。例えば、まあ、キャスティングにおいてなんですけど、パンパンに巻くのか、それとも、まあ、ある程度あのスプールと同等ぐらいに巻くのかっていうところなんですけど、うん、そちらどうでしょう、田島さん。まあ、でもまあ、あのシマノだダイワーだと違いはあれど、はい、やっぱりビシビシにこうなんて言うんでしょう、面ギリギリに巻いてしまうとどうしてもトラブルは起きるんですよ。あれはそこまで巻くもんじゃなくて、うん、あのエッジ側ありますよね、あのスプールエッジ、外側、外側の、ね、一番外側の面の多分若干角度がついてますよね、うんうん、この下の面に合わせるのが理想です。あ、よくたまにね、そうそう、上に巻いてる人がいるんだけど、あれはね、はい、やっぱりトラブルんで、うん、あの極力その角度の下、山の下のところまで巻くっていうのが、うんうんうん、ちなみにその糸巻きのそのつらい位置っておっしゃられたんですけど、その形状、例えばまあハの字になればいいとか逆の方がいいとか、そういうのあると思うんですけど、やっぱ魚種によって変えたりとかもあるかもしれないんですけど、うんうんうん、そういった面ではクロマグロに関してはどうでしょう。まあ、好みは多分あると思うんだけど、うん、僕はまあ割とあの平行に しときますね、うんうんうん、平行で、平行が、うん、僕は多いかな、うん、まあ、一郎さんはね、まあまあ、あの台湾のテスターさんでもあるんですけど、はい、そうですね、うん、田代さんはこうやって島のですよね、うん、またあのリールの形状も変わってくると思うんですけど、その点いかがですか。まあ、自分自身釣りをするときは本当に一郎さん言われたように平行、うん、あの台形でもなく逆台、あの 逆ハの字でもなくっていうところで、うん、でまあ、普段私はあのガイド業をさせていただいてるんですけれども、うん、あのまあ、キャスティングがメインでやってるので、まあ、常に7人とか8人ぐらいの方々がこうキャスティングをされてて、でライントラブルっていうのはしょっちゅうあるんですよね、うん、そのライントラブル、まあ、キンクですね、団子っていわゆる団子っていうのができて、それを直しに行って、で、直した後にお渡しするんですけど、その時にこのラインの、そのリールのその巻き形状を見るとやっぱりちょっとこう巻き形状がこうハの字、うん、逆ハの字よりも下の方がちょっと膨らんでる方ですね、うんうん、まあ、抜かないと、それわしは抜かないといけないんですけど、膨らんでる方が圧倒的にそのトラブルというか団子ができやすいので、そういう時はもう一回スプール取って、何しろワッシャーか、ワッシャーを抜いて調節して平行になるようにしてお渡しすると、うん、ほぼほぼやっぱ
トラブルがないので、うん、例えばそのハの字になってしまったり逆ハの字になった場合そのトラブルが多いっていうのはどういうことになってるんでしょう。まあ、その逆ハ、ハの字ですね、下が膨らんでる場合はワッシャーが入りすぎてるので、うん、スプールが下まで下がりきらないんですよ、うんうん、なのでこっちのローラーは回ってるんですけど下まで回りきれてないんでこの下に溜まってくんですよ、はい、ラインが。でもそのワッシャーを1枚2枚取ってやることでスプールが少し沈むので、うんうん、ちょっと上に巻かれるんですよね、うん、だから逆ハの字の場合は足して、今度はあまり入らないようにして今度は下の方に溜めていくのでその微妙な調節ってそのルアーリールを買った時にはわからないんですよ。はい、そうですよね。なので巻いていくうちに多分50メーターから50メーターぐらい巻いたらなんとなくこううっすらこう形状が分かるんですよ、うん、だからこれもしかしたらちょっとこう抜く方かな入れる方かなって言ってこれでまあ判断して、はい、で、まあ、抜いたり入れたりして調節していくんですけど。じゃあ1回の糸巻きで結構ワッシャーを入れたり抜いたりってするその作業も結構重要になってくるってことですね。しなくてもいいリールもあるんですけど、うん、やっぱりその製品によってこうなんかありますね。それはただその釣り具屋さんにお願いして巻いて来られる方も結構いるので、うん、その形状自体をそんなに気にしてなくてもう巻いてもらったからもうこれでいいんじゃないかって言って、うんうん、で投げるとトラブルがあって、はあ、で実際まあ自分たちが見るとその形状が違ったりするから、うん、なるほど。まあ、そういうのも含めてそのこうやった方がいいですよっていうことを言うとトラブルが少なくなるんで、はあ、だからトラブルはかえってだからあってもいいかもしれないです。1回目2回目はそうですね、勉強のためにもいいかもしれないですね、うんうん、ただそれはまあね、一発でかい大物の時にそうならないようにいけばしたいっていう、ね、うん、そうですね。やっぱり少ないチャンスをものにするためにはやっぱりそういった糸巻きの段階でちょっと気を引き締めていきたいですよね。はい、まだまだちょっとお話お伺いしたいんですけど時間も迫ってきてるので皆さんにあの質問をしていただきたいと思います。挙手で皆さんに、はい、お願いします。あ、では高々と上げていただいたのでおりますね。では質問お願いします、はい、あ、はい、こんにちは。こんにちは、斉藤と言います。よろしくお願いします。あの去年から私はキハダだとかちょっとそういうオプションのキャスティングを本格的にやるようになったんですけどまだ日本も取れてません、うん、それでたくさんルアーって出てると思うんですけどそのもちろん行く海域だとかその時のベイトによって選ぶルアーって変えてはいくと思うんですけどなんか一つ基準みたいのがあってまずこれを試してダメだったらこっちに行くとかあっちに行くっていうような形でルアーって合わせていったりしてるんですか。とか例えばもうとことんうん、まあその一つ傾向だけを、まあ、傾向っていうところを言うと、まあ、基本僕あの、まあ、大物釣りが好きなので、まあ、GT もかなり行きますしヒラマサも行くし、まあ、マグロもクロマグロもキハダも、まあ、いろんな地域、まあ、海外も含めて行きますけど一つあの、まあ、あの大きいと、まあ、ヒラマサなんかでも本当顕著に出るのは例えば最近その少しあの泡系のものがすごくそのなんかあの人気というかねあのそういう傾向にあったりするとは思うんですけどあの泡系のものじゃない時がいい時はもちろんありますしそのあまりそのやはりいろんなパターンっていうのをとにかく試した方があのいいと思います。であのもう一つ言うとそのやっぱりベタなぎの時っていうイメージ一つこの中でどう攻めたらいいだろうかなっていうのともう一つはそのしけの時、まあこういう攻め方、まあ自分の中では多少こういう時だったらこうっていうのは自分であるんですけど、でも 100% ではないんで、そのってこんな時にこれで出るのっていうの、俺も何十回もそれあの経験してるんで、とにかくいろんなことを試すっていうのはまああの大前提でありながら、そのなんて言うんでしょうね、あまりその固定概念にとらわれず、いろんなことをやった方が。あのいいと思います。むしろその方がいい結果を出すことが多いようなイメージです。はい、まあ、せいちゃんまたあのちょっと違うかもしれないですけどそうで、まあ、ほとんどまあ一郎さんと同じような感じなんですけど、多分そのすごくしょっちゅう行かれてますかそれともその一月に1回、まあ、半年に1回とかそのペースというか半年に2回か3回かというところで
まあそのペースにもよると思うんですけれど、その限られた時間じゃないですか。毎回行けるわけでもないし、毎日乗れるわけでもないし、その中でやっぱり情報ってすごく少ないと思うんですよ。SNS で得る情報だったりとか、その船長の情報だったりとかって、その傾向とパターンっていうのは、その日予約をして限られた日に乗る1日の中で見つけにくいと思うんですよ。結構難しいと思うんですよ、まあ、平松さんに関して言うとですね。なのでそのポイントによってベイトが違ったり、潮の流れとか角度とか、もう様々な要素がありすぎて、自分でもちょっと整理できないぐらいのこう情報なんですよ、毎日。なんでその中でその当たりルアーとか当たる動きだったりっていうのをその探し出していくのは、やっぱりその同船者の方と船長、まあ自分の投げてるルアーで当たれば、まあそれが一番まあベストだと思うんですけど、なかなかバイトがないな。でももし一人しか乗って、自分ご自身一人だったら周りの情報もないわけじゃないですか。逆にその合ってることをやってるかどうかわからなくなるんですよ。でも乗り合いとかでいっぱいいれば、いろんな情報がそこでまた入ってくるじゃないですか。でそれをまた有効的にこう自分の中でどうしていくかっていうのを考えて、あと船長とコミュニケーション取って、このルアーの大きさでいいですかねとか、もうちょっと潜らせる方がいいですかね、例えば朝まずめだからポッパがいいですかねとか、思ってることをすごく船長にぶつけて、でアドバイスをもらうようにして、その町会へのこう一日のやっぱ本当限られた中で近道を行こうとすると、そういうところのをやると、なんか比較的こう答えが出やすくなるし、またそれがまた自分の中の自信になって次につながるかなっていう感じはします、ね、はい、ありがとうございます。参考になりましたでしょうか。はい、ありがとうございます。1個だけいいですか。はい、その例えば今自分が投げてるルアーが、あ、違うなと思った時に何頭ぐらいで見切りますか。難しい、難しい、そうですね、難しい。それは何頭ですか。大体どれぐらいで、もうこれじゃないってこう切って、次のルアーに変えていく。そのポイントをどのぐらい流すかにもよるというか、まあショートコースだったら、まあ例えば人流しで変えるってことはないと思うんですよ。ショートだったらまあ3パターンぐらいまあやってみて、まあダメだったら変えるかなとか、まあロングだったら途中で変えることもまああるし、まあ言ったようにその周りの状況もちょっと見てみて、同じようなことやってたら誰もやってないことやろうとかっていうちょっとイメージですかね、僕は。タックルは結構使い込まれてますか。だいぶちょっとキャスティング練習したりされてますか。でしたらおそらくそのポイントで、そのルアーがうんぬんっていうよりも、まあ、僕はですね、自分が引いてて、あ、今このバランスなんかうまく引けてるなっていうのがあるんですよ。僕もそうなんですけど、なんか今日うまくいかないなって言って、ルアー変えて、あ、ちょっともうちょっと違うなって、あ、これ今いい感じだなって、それって毎回そうではなくて、やっぱ流れと、その、角度とか、なんかそう、飛球スピードとか、リールがハイギア、パワーギア、ラインの巻き形状とか、ちょっと変わるんですよ。だから、これなんか今気持ちいいなっていうのを、一日やってもいいかもしれない。それを探しながら。それのが、まあ、長続き、あ、来るんじゃないか、来るんじゃないかって思い続けられるし、なんかこう、それでダメだったらなんかまた次考えるっていう感じでもいいかもしれないですね。わかりました、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ続いて、質問したい方いらっしゃいますでしょうか。あとお二人ぐらい聞いていきたいと思います。はい、それではお願いします。あ、すいません、十数年ぐらい前に一郎さんが活躍されてるので始めたんですけど、 ありがとうございます。その頃にまあ船が移動している時とかに体育遠征腕立て遠征やったとかよく聞いたんですよ。私も最近50過ぎて体力なくなってきたので、30キロぐらいの髪でもあれこんなに疲れてたっけなっていうのは感じるんですけど、未だにやっているなんか体力そのトレーニングだとか、まあ、船の上でこういう気をつけるとか、それなんかありますか。すごいですね。誰から聞いたんですかそれ。いや、昔はとにかく船の移動中腕立てしたり、パイプに捕まって懸垂してたりとか、なんかいろんなことやってたんですよ。ただその結果行き着いたのは、なんかあんまり硬い筋肉をつけすぎると、やはり乳酸がたまりやすいっていう
ところになって、まあ、年取るとなかなかさらにその溜まりやすいんですよね。だからまあとにかくあの、まあ、僕のファイトする YouTube とかまあ出てると思いますけど、もう常にこうやって動かしてると思うんですよ。そんなに何回もやらずに溜まる前にもう話して、とにかくこう動かし、とにかく動かしてあのやってるんですね。で結果その今あのむしろ筋肉そんなにつけることしてなくて、あの持久筋だけ、例えばもうあの空のこういう何も持たずにこういうことをしたりとか、まあ、これ僕あの友達から聞いて僕もやったらあすごいいいなっていうそのことになって、あの、まあ、すごくやってるのはもうとにかくあの何百回でもあの1日あの例えばまあ普通の人だと何も持たずにこんなことやると、まあ、どのぐらいで300から400ぐらいでもう手が言うこと聞かなくなるんですよ。でずっとやってるとあの1000回ぐらいできるようになるんですということだったりとか、だからそのむしろその、まあ、普通にウォーキングとか、下半身だったら、そんなに速く走る筋肉とかじゃなくて、ゆっくりじ、なんていうのかな、赤い筋肉をできるだけつけるような、その、運動をした方が、で、体もま、そんな10年ぐらいもやってくると、使い方のバランスっていうのも分かるようになって、むしろ昔って、力で上げようとするんですよ。でも力で結局上がんないんですよね。だから、まあ、僕も、まあ、トークショーだとかそういうことではよく言うんですけど、一切、まあ、言い方はちょっと、激しい言い方をすると、ほぼ自分の腕の力ってあんまり使わずに上げるんですよ。だからもうその、要するに、ロッドの反発力だけ使う上げ方をするんですね。そういうふうにすると何が違うかっていうと、普通の人だと例えばどんなに体力がある人でも、例えば100キロのマグロをまあどうだろうな、フルファイトでやってまあ2、30分で上げましたってなると、なかなかねもう一回やろうとは思わないんで、昔僕もそうだったんですよ。でも今だとどうかっていうと、多分一日中ファイトできます僕。だから10本とか続けて駆けつけ10本ってやらされたとしても100キロのマグロだったらいけます。だから力使ってないじゃん。うん、だからそういうそのファイトスタイルを覚える、とにかくこうやってあげないって、できればその腕とかあんまり使わないようにしてこう上げるんですよ。だからこう使ってないでしょ、こうやってないんですよ、こう行くんですよ。だから言っても支えてるだけなんで、握ってもないし、うん。だからまあできるだけまあちょっとやれる機会があれば、あんまり大きくない魚がもしかかってチャンスがあれば、握らずにもう支えてるだけでちょっとやってみてください。こうやって、あこういうことなのかっていうのがちょっとこう分かる時があると思うんですよね。ありがとうございます。田代さんいかがですか。いやいや、今ちょっと聞いてて、一郎さん本当秘密を言ってないなと思ったんです。秘密ですか。本当に実は秘密があるんです。何があるんです秘密。その力を使わない以外に何でしょう。炭水化物しか食べない炭水化物ダイエットっていうのやってるんですよ。私も先ほど小耳に挟みました。炭水化物しか食べない炭水化物ダイエット、多分それがパワーの源になってマグロが上がってるんじゃないかなと思う。炭水化物大好きなんですよ。ちょっと人とは違ったダイエット法ですね。そのダイエットの仕方もやっぱ一流です。米とかそばとかも大好きなんでもう常に僕青森行った時ラーメンを一郎さんに2杯食うぞ3杯食うぞって連れて、いや俺がだよせっかくうまいとこ連れてってるのにもう一軒連れてってもらっていいですかってラーメンはしごさせられるっていうね。炭水化物を食べ合ってるっていう、はい、田代さんは筋トレ最近また始められたっていうことなんですけど、どういった筋トレされてるんですか。はい、最近はまあでも本当基本的なことですね。足の筋肉がめちゃくちゃ弱ってきてるんで、スクワット系だったりとか、うん、あとはまあ全身ですね。あと持久系のなんかその自転車漕いだりとか、まあでもすぐ結果は出ないもんなんで1年ぐらいかけてやっていこうかなと思ってるんですけど、まあ徐々に
昔の体というか戻れるかわからないですけど 2,30 代ぐらいの時の体力とかそういうのに戻していきたいなっていうのあります。わかりました。はい、参考になりましたでしょうか。はい、ありがとうございます。さあ質問あと一つくらい聞いていきましょうかね。は、手が上がりました。あ、プレスさんちょっと待って。はいはいはい、はい、お願いします。はじめまして、伏瀬と申します。よろしくお願いします。お願いします。小規模ボイルがあった時にそのマグロだったりターゲットしている魚がどういうふうに向きに泳いでいって、かつその先に自分のルアーを投げるって言った時に、やっぱり相手は自然界のものでなかなか読めないので、二方の経験上でそれの魚の動き方とそれに対するキャストするタイミングだとかっていうのをちょっと教えていただきたい。なるほど。なるほど。あの小規模ボイルって、まあ、具体的にあれですか、そのモジャコみたいなやつですか。あのベイトっていうかは、10まではいかないと思うんですけども、多少なんかここでボイルっていうのがそのに対して、その読んでその先にキャストしたいなと思ってるんですけど、なかなかその辺の読みがわからないので。あ、でもそれはね、そのベイトの種類によるんですよね。あの一言でそのあの、ま、ナブラの規模だとかあのバランスがどうっていうのでは多分言い切れない。あのなんてもう本当に例えばまあ小規模ってババーンって終わるものでも、まあ、さっき言ったシーラナブラと今僕が最初言ったモジャコ、あのシラスみたいなあのナブラだと全く違うんですよ。で食うスピードも違う、あのマグロがね。だからその割と例えば言ったあの魚が見えるシーラなんかだともうバーンってもう本当にすごいんですよ。もう何百匹何千匹のシーラがものすごいスピードで逃げ惑って消えて白くなったところにドカーンって出てくるんで、まあそれはその分かるんですよね。あの激しいところで例えばトビウオなんかだともうボンボン飛んでて飛んでる方向の先っちょに投げとけばもう大体これも来るんですよ。激しければ激しいほど。でタッピだとあのブリナブラみたいなのがブリナブラもまあ、ブリワラサ、ナブラも飛びようと少し似てて、同じ方向にこう跳ねていく先に投げておくタイプと、もう一つはこれ何度も見たことないけど、ブリがもう真ん中に固められて食われるっていうのも何度か見たことあるんで、まあ、これはまあ真ん中に投げる。ただ、激しすぎるナブラはやっぱり真ん中に投げると、もうすごい確率で切られるんで、できればナブラの真ん中には投げないように。まずしてます。で、一番も難しいのがそのシラスみたいなやつ。これがですね、ただやみくもに投げてもほぼかかんないんですよ。で、いや、見た目でこんなシラス食ってるから、ちっちゃいジグ投げた方がいいのかな、ちっちゃいプラグ投げたら、もちろん当然届かないんで、勝負にならないんですよ。だけど、イメージとすれば、まあ、僕、まあ、かかること何度もありますけど、これは。むしろ、僕の場合、イメージとして、シラスを食ってるフィッシュイーターを演出するためのサイズを投げる。ただ、これも、どのタイミングで投げてもかかるわけじゃなくて、水が動いてるんですよ、これ。いわゆるマヤマヤっていうタイプの。水がこう動いて、魚がこう、ずっと動いてるんですよ。でなんとなく水が動くんで動いてる方向分かるんですよ。ああそっちに行ってるなって三角形になってるんですよ、こうやって、うん、でこことにかく投げれるところに常に船突っ込むとこれはいつまでたっても釣れないんですよ。だから船長さんはナブラに対して慣れてるかどうか分からないですけど、まあ津軽海峡とかそういうナブラが多い地域だとどうするかっていうと並走するんだよ。ずっと投げないんですよ。そのまやまやとずっと並走するで、もうとにかくもう指にもうラインかけといて、うん、こう構えておくんですよ。でずっと並走する。あるタイミングで
チャバって出るんですよ。チャバチャバって出るんですよ。出たか出ないか分かんないぐらい。これなんでこうなってるかっていうと、あの100キロのマグロでもシラスをドバーンって食うと散っていなくなるっていうのはマグロは知ってるんですよ。だからゆっくり食うんです。スパン背中が出るか出ないかうわーって食うんですよ。このタイミングでもうその出たっていうタイミングを狙ってバーンって出る。ここでエンジンこうよしってやると消えるんですよ。だからそのタイミングを待つぐらいのタイミングで船長やろうよっていう、なんかこのちょっと作戦を立てて、どうやっても食わないければとにかくもう構えて構えて構えて、そのワンチャンスしかないかもしれないタイミングだけ狙うっていうやると、まあ僕必ず釣れるわけじゃないんですけど、もともと釣れにくいナブラなんで、でもかかるんで、ぜひちょっとお試しになっていただける。はい、あとどうですかね、ほとんど一郎さん言われたんですけど、船長目線から言うと、風下に向かっていくナブラはあんまりないかなっていう感じがするんですよ、うんうん、結構追っかけてるとみんな風上側にこう、やっぱ潮の関係もあるんですけど、登っていくんですよ、波に対して。なのでどっちを狙うかっていうと、まあ、シーラナブラとかで弾かれたりサンマで弾かれたりした時はベイトが逃げてるそのトップではなくて後ろ側の方で跳ねることが多いんで後ろ狙ったりするんですね。でもその小さいベイトとか、まあ、そのマヤマヤっていうそのモジャコだったり食ってるのはゆっくりこう風上側に向かってこうパク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 食べてってるんですよ。だからその狙っていくにはやっぱり基本的にはそのマグロのへさき鼻先を落としたかったらナブラよりもその風上側にルアーを浮かしとくとか置いとくとかっていう攻め方の方が結構まあ簡単で分かりやすいかもしれないですね。素晴らしい。本当にそうで、投げるルアー投げるタイミングもそうだけど、もうちょっと激しいナブラ、もう誰が見ても分かるナブラ、イワシ団子とか、これも見失うじゃん。みんなバーンってつけすぎて投げちぎって消えるじゃん、バーンって。で消えて、あナブラ消えたって探せ探せって、また出るぞまた出るぞって、360度探さなくても実はよくて、確率として潮上から風上の角度で次が出るその可能性って実はすごく高いと思う。僕も分かる言ってること。潮上こう流れてる潮の方向と、例えば風上がこっちだったらこの方向で湧く、こっち側は割と低いんですよ。だから消えてどこだどこだって探す場合ってその角度さえ見とけばどの船よりも早く探せるっていう可能性が実はちょっとあんまり言わないけど、あんまりないですね、うん、これ有料になりますここから有料になります。はい、参考になりましたでしょうか。はい、ありがとうございます。さあまだまだねお二人のお話を聞いておきたいところなんですが、もうお時間もそろそろということで、この辺でトークショーの方おしまいにしたいと思います。短いですね、本当に。ね、本当にあっという間でしたね。本当に皆さんありがとうございます。引き続きバリバスでは、こちら展示販売の方もしておりますので、ちなみに私の宣伝させていただきますと、そちらのブラウシーというコーナーがあります。私のオリジナルブランドですので、ぜひ手に取って見てみてください。これもう買わないとブースから出れないみたいな。あとですね、私たち3人の、オリジナルの、ブランドだったり、うん、船の名前だったりが入ってるロゴが入ってる T シャツをね限定販売させていただいてたんですが、本日の分はもう売り切れちゃったんですよね。はい、もう早々とね売り切れちゃったんですよ。ですが、まあ、まだ明日も明後日も発売するということなので、もし明日明後日ご来場の皆さん、ぜひいち早くゲットしに来てください。ここだけの限定販売になります。はい、ということですね、YouTube の方も皆さんまだご覧になった方いらっしゃらないということも、お聞きしましたので、ぜひ、モンスタークロマグロに挑むということで、お二人の活躍の、YouTube ぜひ見てください。それでは引き続きバリバスブースにて、お楽しみください。この後はお二人そちら あのフォトブースの方で少し質問足りなかった方とか、あと写真撮影に答えていただきたいと思いますので、引き続きこちらでお待ちしております。それでは特集ありがとうございました。ありがとうございました。はい、佐藤一郎さん、田代誠一郎さんでした。